どうもこんにちは。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 今回は、ここら辺の木を伐採します。そのために喉も追加しました。キコリモドというものです。っていうか、もうすぐ夜の段階でなんで始めるんだよ。前回夕方の時点で切った編集者に聞いてください。そして謎のカット。あのさ、さっき森林伐採するって言っていたけど。何？条件を作ります。なんだ？森林を伐採した分、何らかの形で伐採した分を植え直してください。わかりました。そして、ベッドを作りましょう。これでやっと寝れるね。おやすみ。怖い怖い怖い。なんで顔が見えるんだけど。おはようございます。今日は、次回の準備のために、タケノコを探します。あれ？タケノコってあったっけ？噂では、森林や、山岳バイオームに生えてくるらしい。とりあえず、探しますか？そうですね。案外、近くにあるもんですね。っていうかなんだこのの耐久力の減り方。三つ目で壊れたね。タケノコって硬いね。いや、逆転の発想で。クワが、不良品だったんだよ。うん、売り物じゃないよ。そうだった。では、タケノコを植えるために、整地をします。ちょっと待って、タケノコを育てるには、太陽以外の光が必要なんだって。つまりは、人工的な光ということかな？多分そう。ということで、木炭を作ります。だけど、原木が足りないよ。では、木を切ってきましょう。すげえ、一回で本当に切れた。このまま切っていって、木炭の分を集めるよ。集まりました。この後は、木炭をかまどに入れるんだよね。まだ原木だけどね。なんかもう、入れられているんだけど。これは残っていた分を入れたもの。今から切ってきた分を入れるよ。では、時間がかかるのでカット。その前に、できた木炭で松明を作り、整地して、タケノコ植えて、松明を植えて放置するよ。整地しました。なんで家が浮いてるんだよ。やっぱり、360度球体がいいからさ。うん、どういうこと？下に来ました。ここになんか作れそう。あと、マインオールというモドも入れました。このように、鉱石が一気に採掘できます。持てないじゃないか。キコリしすぎました。種もみを捨てましょう。では、地上に上がりましょう。っていうか、家入りづらくない？ですね、架け橋を作りましょう。これでいいですかね。では、おやすみ。やっぱり顔が見える。おはようございます。今から、桜の苗木を植えたいと思います。あ、竹が成長してるね。もうちょっと放置してみましょう。あ、違う違う。あっちの方にも桜が見えるね。では、桜を植えてきましょう。植え終わったので、家に帰りましょう。そういえば、ここの家って窓がないから、窓でも設置したら？確かにな。では、開けていきましょう。外に落ちたのを回収。そして、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。